お疲れ様です。皆さん匂いに気使ってますか？おいじじい、お前臭いんだよ、わかるか？俺のことだけど、やっぱり自分日々人に迷惑をかけないように生きてるんですけれども、まあ行動だったり言葉だったり自分で気をつけられるものはたくさんあるんですけど、やはりジジイは匂いだと思うんですよね。何にもしなくても自分は気づかないんですよ。脇がの人とかもやっぱ自分で気がつかないじゃないですか。でもし自分が脇がだったらね、僕友達とか後輩に、まあそもそも少ないんですけど、言えないじゃないですか。僕も言えないし、だからやっぱり脇がの体で、40過ぎたら脇がの体で生きた方がいいと思うんですよ。うん。でまず気をつけなきゃいけないのは食べ物ね。血液から汗が作られるので、そのいいものを食べてれば、だからビールばっか飲んでる人はやっぱり汗臭いんですよ。うん。あと消化されにくいもの、化学調味料だったりとか、あと塩分脂肪分っていうのは年取れば取るほどなんか気をつけなきゃいけないし、気がつかなくなってくるんですよ。どうでもいいやっていうやつで、まず消化します。まずこれで拭きましょうよ。まずこれでまず拭いて、朝お風呂の時間とかない時に、僕はその面倒くささ、煩わしさがなくなるように坊主にしたようなもんなんですよ。でこれでチャッと拭いて、で乾かします。したら、まあ、基本的にベビーパウダー塗って、あとこれも匂いがいいやつで、こちらの俺のボックスベイビーマイロのやつ、こちら制汗剤、これメンズ用とメンズじゃない用があるんですけど、これね、どっちでもいいと思います。僕は制汗剤、汗抑えるだけど出ます、出るものは出ます。ただ出た時にいい匂いをさせたいなっていう、これ脇をね、脇、あと脇はこれだけかな。脇が一番蒸れるんですよ。この密閉されてるくせに匂うんですよね、多分。であと本当にみんなやんないけど、これ足のクリーム、足がマジで24時間サラッサラ。俺革靴とか安全靴とかずっと履いてるんですけど、1日10時間以上帰って靴下脱いだら床との摩擦がサラサラなんですよ。ベタってなんない、特に指の間で。肉体労働なんで水虫とかも心配じゃないですか。まあでも営業の人とかも、まあ事務職だったらサンダルでできるからいいかもしれないですけど、男に事務職ってあんまないじゃないですか。なお菓子屋さんだったりしてもやっぱずっと靴履いてるわけで、やっぱ通気性が良くても、通気性良くても素足よりは全然通気性悪いで、素足でいてもベタベタして気持ち悪いじゃないですか。これ素足でいても気持ちいいんですよ、すごい。これはおすすめ。あと次体スプレー、これ冷感スプレー、ビオレの冷たくなるやつ、違うバージョンね、これもあります。シーブリーズ、昔からあるやつね。シーブリーズ、俺が中学生ぐらいからあるのかな、これ。これも体直接のやつで、これも急遽脇の匂いを消したい時に使ってます。これは一昨年ぐらいもこれの脇バージョンを紹介したんですよね。これので、これはシュッと、まあいずれにしろシャワー浴びた後かタオルドライした後がいいと思います。
汗と混ぜてもしょうがないんで、足が雨の時に蒸れ蒸れの時にファブリーズをした先輩がいて、余計に臭くなって吐きそうになりました。で、番外編としてこれ、男の制汗デオドラントリキッドみたいなやつ、これこういうやつなんですけど、スポンジタイプの、これちょっと気持ち悪い匂いなんですよ。おっさんがなんか無理やりごまかしてるようなこれ背中にすごい塗りやすいんですけど、匂いがね気持ち悪い。多分女子受けも悪いんじゃないかな。あと基本肌テカっちゃうんで、日焼けしないようにしてるんですね。日焼け止め、冷たい日焼け止め SPF50 以上のやつ使ってますね。あとはクリーム状のよくあるやつ、あれは冬結構シワとか、これないんですけど、43でね、シワとかあんまないんですけど、まあこういうののおかげかなって。あとこういうでかいサングラスして目守るのと同時に、あの目の周り、皮膚が薄い部分を守るようにしてます。はい、これ腕にも使ってるし、やっぱ男って手の甲まで隠さないじゃないですか。僕はそのくっきり分かれるの、ジジイって、昭和の生まれのジジイたちは焼けた時に、いや無理やりなぜか焼こうとするんですよね。真っ黒でなんかテカっちゃうんですよね、皮脂が。労働者っぽくてなんか臭そうで汚そうで嫌なんですよ俺。昔は焼いてましたよ。ただ顔だけは焼かないようにしてました。ニキビ肌っていうのもあったし、でなんか焼きすぎると空き缶集めしてる人みたいになっちゃうんですよね。それが嫌で、でなぜかタトゥー入れたぜみたいにちょっと日焼け喜ぶ人いるじゃないですか。お、焼けましたねって言うとおじさん喜ぶんですよね。だろうみたいな。でしかも太陽光で焼くじゃないですか、金ねえから。もうしみしみなんですよ。子供の野球のクラブの審判とかやってるお父さんってすげえ日焼け止めもしないで、昭和生まれの人は日焼け止めなんか男のやることじゃねえよみたいな感覚だと思うんですよね。僕はそういうのちょっと考えられないです。現代っ子なんで、昭和生まれの現代っ子なんで。あと仕上げにですね、仕上げにシャツクール、これかけたところが冷たくなるってやつです。クーラー浴びながらやるときついです。はい、であとはハンドの制汗クリーム、手のひらと俺頭と口とか鼻周りは描かないんですけど、胸のここの三角形のところ、大胸筋のところのとか、あと前腕がすごい描きます。で手のひらももちろん描くんで、仕事の時はつけないですけど休みの日はつけます。足のクリームみたいな感じでサラサラになってくるんですよ。で一応ウォータープルーフで防水になってるので軽く手洗う分にはいいと思います。こちらで最後が頭、実は頭もあるんですね。こういうやつつけて、で僕坊主じゃないですか、で帽子もかぶりたくないし、日傘もちょっと恥ずかしいと。日傘は本当は差したいんですけど、意外とこの忘れちゃうんですよね。でこういうふうに持っておけば、このポーチに入れて持ち歩けば、あと自分がいい匂いになってるっていうのは、自分からいい匂いがするっていうのは気分がいいもんで、これが最たるものですね。これも頭用シャンプープラスボディ、汗や皮脂によるベタつきを抑え、紫外線から髪体を守ると。これもいい匂いするんですよ。これシリーズで出てて、でこういう頭のやつって僕の周りの薬局ってココカラファインが多いんですけど、ココカラファインじゃと頭用売ってないですよね、何気に。だからこれとこのデオコ、女子高生の匂いがすると言われているデオコ、気持ち悪いかもしれないですね、女子高生の匂い。であとこれ Amazon で買ったやつ、めちゃめちゃボーナスつぎ込んで
買っちゃいました。こっちパウダー式、まあ結局これもパウダーなんですけど、スプレーですけど。で、そうだな、白い粉が残っちゃうんで、見ずにやらない方がいいですね。つけた後見た方がいい。でサラサラになると。ただ汗生理的なものなので出てしまうので、やっぱ何回か拭かなきゃいけないなと思います。まあ匂いが別に気に、あとこれもあるか、これも頭、まあ別に気にしないよっていう人は別に嫌われればいいし、やっぱキャバクラとかガールズバー行く人とか、あと保険屋さんみたいに女子と絡みたがるジジイは、それぐらいの配慮、あと風俗行く人、それぐらいの配慮はあってもいいんじゃないかなって思いますよ。なんでその体型でその顔でその匂いでモテると思ってんのっていう。以上です。